はい、おじでーす。さあ今回はね、プロジェクターの検証になります。ここにあるのはね、つい最近紹介したプロジェクターです。で、まあ珍しいというか、これがバッテリー、これね、まあモバイルバッテリーの役目をするんです、これが実は。でこれね、コンセントね、このバッテリーをつけなくても、まあ、これだけで使うことができるんだけど、まあ、表に持ってった時にコンセントがないところでも、このバッテリーで使うことができますよっていうね、まあ、こういうプロジェクターなんだけど、AC 電源で使った場合とバッテリー駆動した場合、バッテリーの方がちょっと気持ち暗いんだよね。で、まあ、そもそもこのプロジェクターって、まあ、90センチからピントが合うんだけど、だいたい1メーターぐらいで40インチぐらいで投影できるんだけど、その距離の40インチでも目を細めないとちょっと暗いなーっていう、まあ今時のプロジェクターにしては暗いなーっていうね、正直で、画質も 720p じゃないのっていうぐらいの画質なんで、まあちょっと厳しい。ただ表に電源のないところにも持ってって使えるよ、電源のあるところだったら電源も挿して使えるよっていう、まあそういうプロジェクターで、ちょうど2万円ちょっと切ってるんです、実はね。でこの明るさって、ちょっと100アンシルーメンあるのかな、どうなのかなっていうね、まあ、100アンシルーメンぐらいかなってね、ちょっと個人的にすごく気になってしまったので、おじいが過去にね紹介したやつで、で、まあ、安い時はもう5000円切るぐらいで売ってたっていうね、このプロジェクター、これが100アンシルーメンなんで、これがね、これとちょっとね比べてみたいと思う。でこっちは確実にインチキなしでフル HD なんです、実はね。でまあ四角い、白くて四角いシリーズ、ネット接続をね、ありなしのモデルとあったんだけど、まあ、これはそのよいしょ、モデルチェンジしたね、ちょっとこうデザイン可愛くして値段上げちゃって失敗したっていうね、これも取っ手をつけたのはいいけど、とっても邪魔なんだね、これね、こうならないからね、これ切っちゃいたいんだけど、ひっくり返して投影もできないしね。まあそんなわけでね、まあ、オープンボックス以来全然使ってないんだけど、この100アンシルーメンで確実にこれがフル HD の画質は、ここはもうインチキなしにあるので、なのでちょっとね比べてみようかなと思います。で、まあ、100アンシルーメンよりは明るいはずなんだけど、おじいもちょっと久しぶりに100アンシルーメン見るので、ちょっとどうだったかなと思って、まあ、これが最初5000円ぐらいで売ったけど、売り出した時は2万円ぐらいしたんだけどね、まあ、随分前の話なんで、まあ、今年に入ってからね、5000円ぐらいで叩き売りしてたんだけど、ね、ちょっと100アンシルーメン、これがおじいの基準でね、オフセット値がこういうオフセット値なんで、棚の上にひっくり返しておけばね、そのまんま斜め台形補正しなくてもそのまんま写せるっていうね、そういうメリットがあるんですね。おじいは結構気に入ってます、オフセット値がまともなプロジェクターなんで、ね、でこのプロジェクターとどうしてもねちょっと比較したいんですよ、おじい的には。何が何でも比較したいんです、おじい的には。でちょっとねリモコンをちょっとよいしょ、 K1 からちょっと引っこ抜いて、もうおじいの脳裏によぎったのは、
百安シルメより明るいかどうかぐらい、本当久しぶりに目を細めても見づらい明るさに遭遇したの で、こっちは大画面で目を細めるけど、同じぐらいの大きさこっちの方が明るいじゃねえのかな、50アンシル目ぐらいじゃないかなと思ってね。でそこまで言ったら言い過ぎかもしれないけど、ちょっとおじいのなんか、どうしてもね、この興味がね、我慢できない、どうしてもね。でオフセット値がこれはこうなんで、これはこうなんで、台の上に置かないとちょっと高さ調整しないとね、横に並べないので、よし、ね、さあね、よいしょ、どっかの映画館さんがね、値段は高いけど暗いプロジェクターを正直レビューしてたけどね、あそこのねブランドの担当者、そうなんだよ、ポケッターね、おじいもポケッター紹介したことあるけど、本当正直そのまま紹介してくださいって、エトエもそうだよね、同じなんでね、本当ね担当者さん、いい担当者さんでね、正直レビューしてくださいってね、本当。じゃあちょっとなんとなく、あ、ちょっと待って HDMI、あー、ちょっと距離が足んない、もうちょっと後ろ来ないと HDMI 切れない、ね、ちょっと届きません、これで届くかな、よいしょっと、でもう一個 HDMI、 うわめっちゃ久しぶりだな、ほんとさ、どうなるかな、あと画面のあの大きさ比率っていうかさ、どれぐらいの大きさで映るのかな、まずはこっちからね、 UX2 から起動してみましょう。いやー、えらい楽しい、ちょっとこれ三脚を こっちに持ってこないとね、ちょっと右側に行かないとあれかもしれない。で、まあ、HDMI な、ゲームになってたかな、ちょっと待ってね、今 XBOX がちょっと切れちゃったんで、あ、来たで、今 XBOX が映ってるんで、ちょっとこれそっち側に置いて、じゃあもう一個こっちの方はね起動したいと思います。さあ、百安シルメン久しぶりだな、あれ電源来ない、ちょっと待ってね、今緑色になってるけど着くまでちょっと、あ、来たそれでかぶっちゃってるので、あ、大きさ全然違うので、ちょっとね、単焦点なんだよ、この 100アンシルメンはちょっとねウルトラ単焦点なんで、同じ距離に置くと、ちょっと画面消さないと見えないか、画面の大きさがほらこんな全然違うので、なのでこの100アンシルメンの方をちょっと前に持っていかないと大きさが同じぐらいにならないので、まあ、発色は UX2 の方がやっぱ綺麗だね、圧倒的にね。で高さをちょっと合わせたいので、よっちょっと高くなりすぎたかな、よっ、もうちょい下げる、よいしょ、こんなもんかな、あ、ちょっとね斜めってる、これは台が斜めってる、でもうちょっとね台が困ったな、まあ台が斜めってしまったのでちょっとあれなんだけど、
発色は綺麗だね UX2 でも明るさは100アンシュルーメンの方が圧倒的に眩しい。で今からピントを合わせます双方ね。まず UX2 の方をピントをね合わせます。これぐらいだね、ドンピシャに合わせてね。で、100アンシルーメンの方もピントをね合わせたいと思います。でもうちょっと横につけると大きさ的にこれぐらいであれかな、うん、でフォーカスをちょっと発色具合が違うね随分ね。こんなもんかな。はい、ということで発色具合は、UX2 の方が、黒が沈んでて綺麗だな。こっちはちょっと黒浮きね、白く浮いちゃってるなーっていう感じがします。こっちは100アンシルーメンなんだよね。フォーカスね、ちょっと右側もうちょっとフォーカスいかないかな。ちょっと待って、フォーカスがね、あまあまちゃんなんだよね。これで限界か。ちょっと無理だね。こっちはね暗いなってしたけども、フォーカスはね片ぼけします。ピントがね甘いで、ここら辺で合わせたんだけど、ここら辺はボケてる。でこっち側の方は全体的に細かい文字もほらこんなにしっかりフル HD でねちゃんと綺麗に、そんなにね片ぼけ感があんまないよ。ほらこの左側のほらね、ピシャッとは来ないけど、見れるかなっていう文字がね、真ん中の文字も右側のやつよりはしっかりと文字が見えるんじゃないんでしょうか。ほらどうね、左側の方が綺麗に見えるでしょ。で左側の100アンシルーメンは明るいけど白っぽいよね。じゃあゲームやってみるとどっちの方が、あれなんかちょっと一回レースやめて、だいぶ色違う。こっちの方が白っぽいよね。でもこっちは黒が潰れちゃって全然見えないんだよね。こっちの方がゲームやるのにまだ見やすいかなっていうのはある。
同じなんだけど、どっちが好みでしょうか。まあパネルとかはこっちの方が見やすいけど、発色具合はこっちの方が綺麗だよね。これはどう判断するべきなのかね。明るいのはこっち。じゃあこっちを電源つけたらどうなるんだろうっていうね。電源でちょっと真っ暗で何も見えないので、ちょっと待って電源つけるのよね。ちょっと明かりつけないと何も見えないんで。よし、じゃあ電源右側がね明るくなるはずです。せーの、ドッキュン。はい、明るくなりました。まあそれでもボタンとかはこっち見えるけどこっち見えないけど、で画面がね滑らかなのは右側だね。左側はなんかちょっとカクカクしてるかなっていう感じなんだけど、でも右側はちょっと荒く見えるんだけどね。ちょっとなんかジャギ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 してるんだよね。看板とか上とかね、ちょっとね、ここら辺がねすごいジャギ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 してるんだよ。でこっち側はジャギジャギしてないんだよ。これが明るさによるもんなのかどうなのか。左側の100アンシルーメンはやっぱ明るさ足りないよね。やっぱこっち側の方が明るさはあるよ、でコンセントを抜いた状態でもやっぱ100アンシルーメンに比べるとどうなんだろうな。やっぱ明るさはあるから色が濃いのかな。まあ中身の構造とかね、全然あれが違うと思うんだけど、ただ滑らかなのはこっちだね。こっちはヒューンってくねたし、こっちはクン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 ってこう感じなんで、ちょっとホームに戻って、そうだね、まあ左側はちょっと発色が明らかにね薄いなって感じはするけど、だ右側のねでもその汚いんだよな。色は明るいんだけどなんか 720p だよねって感じの、フォーカスもピンとこないし、なんかこの荒々しさっていうのかな、720p っぽいよねって。まあ一応 1080p で売ってはいるんだけど、リアル解像度 1080p とは言ってんだけど、こっちはその荒々しさがないっていうか、明かりが足んないだけで映像はちゃんと細かく細部まで来てるような気がするんだよね。ほら、まあ720p と比べてみればまあ一番いいんだけどね。まあでもおじいの気は済んだ。どっちかな、まあ左側の100アンシルーメンか右側の1万どんぐらいルーメンだっけ、1万8000だかどんぐらいだかね、
慣れないかちょっと忘れちゃったけど、うーん、文字はでも汚いんだよな、ピントがとにかく来ないんで、ね、で、まあ、薄明るくした感じ、まあ、どっちも同じぐらいでしょ。だこれって本当にあの目くそ鼻くそなんだよ。あ、こうした時に左側の百足ルーメンの方がちょっと全体的に認識率がちょっと高いかもしれない。なんか YouTube とかああいうアイコンが左側の方がなんかしっかりと見えるような感じする。うん、これで見ると YouTube っていうのはこっちの方が白いんだよね。こっちの方がなんか色がくすんでるっていうかね。はい、まあよくわかんないけどね、うん、まあ本当あのおじいの興味がどうしてもね。はい、バッテリー駆動にも対応したね、1万8000円ぐらいで買うのかな、 1万9000円だかな、2枚切ったプロジェクターとね、もう今はもう売ってないですこれね。2枚ぐらいで売ってたけど最後5000円ぐらいで叩き売りしてたけどね。まあ100アンシルーメン、ここは正直なんで本当ね、100アンシルーメンはね、まあ、この比較でございました。はい、車庫になった方、暇つぶしになった方ね、まあグッドボタンを教えてもらえるとモチベーションが上がります。はい、次の動画ではね、じゃあこの、 720p のプロジェクターと比べてみようかな、いやもっとしょぼいのと比べてみようかな、どうしようかな、うん、また続編作ります。じゃあね、そっちも見てね。